対行きます、ありがとうございます。明日はね、やっと五分です。明日はやっと五分です。今日の髪型はあのあかりんさん、吉田あかりさんが以前っていうかずいぶん前に女子力動画で出された髪型なんですけど、綺麗なお姉さんくん、ありがとうございます。明日行くよ、ありがとうございます。明日行くよって言葉だけでもう元気出ます。ついに朝からか、本当にもう朝来ないんですよ、来ない人一部。本当にもう吉田あかりさんがなんか1年半前くらいに紹介してた女子力動画で配信したやつですよ。もう家すぐ帰ってきました。違うんですよ、一部にしては家帰ってくるの遅かったんですけど、ちょっとしばらく会場にいて、そこから帰ってくるんですよ。明日行きます。さっきちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうってな、一番時間だ、本当だ、一部本当に嫌だ。本当に一部嫌だ、ご機嫌じゃねえよ。ご機嫌じゃないから、もはやもうよしあしにめっちゃ弱音吐いてたよ。よしあしに弱音吐いてたから。明日何、生写真サインですか。またこの時間、そうです、もう眠くてしょうがないので今日は早く寝ます。めちゃめちゃ眠いっす今日。隣それのじゃいると思ったらいなかったから、しかも隣壁で一番端っこのレーンで隣、そう一番端っこのレーンで隣が壁とクララだったんですけど、今日クララがお休みだったんで、ちょっとダメでした。ちょっと寂しかったですね。ただエリカさんみたいですの音、ああなんだ、あなんかそうね、そうね。うん、一部やだ。一部やだ。今日の世界一リカさんです、知ってるよ。ゴブがゴロに見えた、いや見えなくもない、とてつもなく疎水までめっちゃ眠い。今日も4時です、今日も4時起きでした。カビタイヤですか、わかんないです。そう感じるか感じないかはあなた次第。喉はちょっと朝ちょっと大変だったんですけど、無理やり喉直した。壁とクララだったんですけど、今日はクララが休みだったから隣のレーンが壁しかなかったんですよ。4時眠いっす。眠い。決める基準は知らん、知らんっす。相手に合わせた紙タイヤができる、相手に合わせた紙タイヤができます。明日はちょっと五分なんでちょっと遅いかな。一部どうだった、もうやだ。もうやだ、だからもうよしあしに本当は弱音を吐いて、よしあし来て今日よしあし3部だったんですけど、よしあしが握手終わって弱音はちょっとまあ吐きまくってはないけど、ちょっとよしあしに弱音吐いた。よしあしにちょっと愚痴った。早くて嬉しい、イエーイ。明日
キリが明日よろしくお願いします。いやあれだ、起点五分だからさ、明日五分来てください。もはやもはや神頼みですもはやお願いしますって感じ、お願いし、お願いだから来てくださいって感じです。一部だとやっぱり滑走、滑走路っていうレベルじゃないほど滑走路です、ほんと今日握手会行きました。おーありがとうございます押し増しでも全然、もはや押し増しでも全然、もうだから何でもいいんですよ、剣なんて握手来てくれれば、ほんとに。ソウルだとちょっと心が折れますそう、心が折れる、何にも成長しないんだなと思って、劇場出ても何にも意味ないなっていうのが頭がよぎってそしてそう、であの握手終わった後によしあしに愚痴るっていう、そう、どうすればいいか分かんないよしあしに、そういうのはよしあしとか主に全部言って、もうどうすればいいか分かんない、もうわかんないっつってめっちゃ言ってた握手券なしで受付突破来てくれ、それで大丈夫です。一部はわかんないですけど、まあ人が少ない、朝だ9時だから、そう、一部は9時だから人が少ないっていうのもあるんですけど、とにかくもうよしあしに言ってました今日はじゃああんま言ってはいないけど、そう、ちょっと初めて言ったマホピュじゃあ大森と会わないっす、あんまり今日も会ってないし、大森とサオリに相談はしませんあいつはもはやなんつうの、遊び相手英検準2級買った、おお、え、すげえ、すごお疲れおめでとうございます、おめでとう、ケータリング食べた、ケータリング食べた、ケータリング、ケータリング食べました。純与田ゆき、やめろ、純でも失礼だ、ほんとへこむね、へこむというか、もうなんつうの、へこむ以上の感情になるおはよう、おはようございますおはようございます、ね、ハタンは相談しないよ、よしあしは今頃自主練頑張ってるかな、なんかごめんなさい、許さないパンケーキ食べました、あれ、あ、そう、あ、そうそうそう、今日はデザートがパンケーキだったで、パンケーキ食べたよ。基本ケータリングは全部制覇するっていうのを決めてます。相談ならおたけママ、うんうんうん、五部で滑走は言い訳できない、一部でも言い訳できないけどさ、ただ雰囲気、実力不足っていうのを、本当にそういうことを今日よしあしに来たんですよどうすればいいのつって、もうわかんないつもうやだ、握手したくないってずっとよしよしにした。ケータリングは美味しいです。疲れも、いや疲れることしてないんで疲れてないです。疲れることしてないんで、髪綺麗だけど、あの、なんだ
お風呂上がった後に髪の毛乾かす前にオイルを髪の毛につけて、そこから髪の毛を乾かしております。はい、なんか濡れた状態の、よく説明書では乾いた髪の毛につけるってオイルには書いてあるんですけど、濡れた髪の毛につけた方がオイルが伸びるのでいいらしいですよ。メイクさんが教えてくださいました。メイクさんに教えてもらった。そう、乾いた髪の毛に、そう、私の髪の毛の長さくらいだと4プッシュくらいですかね。私は4プッシュ使って全体になじませてバーって髪の毛を乾かしてる。綺麗、可愛い。うん、まあ大人になった、19とかになると綺麗の方が嬉しいのかな。そう、大人とかになって、大人に近づいてくると綺麗とかの方が結構良き。今日しとやか、しとやかじゃなくて、もうもはやもう病んでます。もはや病んでる。劇場ポニテ、私は劇場踊るときは、踊ったり衣装を着るときはもうポニーテールって決めてます。はい、オイルいいです。もう人生やめたい。今日は握手の間、楽しく、ありがとうございます。え、今すぐにでもやめたい。ちょっとね、あのこういうことあんま言っちゃいけないのは分かってるんですけど、だからね、そう、だから人気出ないのも分かってるんですけど、ちょっと今ならやめれる。今ならやめれる。ね、だから握手誰も並ばないんだよ。またすれたとた、またまたってないよね。メンヘラな、常にメンヘラです。モバメもメンヘラな、モバメもメンヘラ期間に突入しました。私のモバメはメンヘラ期間に突入しましたので、なんか送っ、またモバメのシーン、モバメプラメか、プラメの審査するスタッフさんにはご迷惑をおかけします。今度行くから、ありがとうございます。絶賛メンヘラ期間中、プラメストップ期間、プロムストップされる確率が高い期間でございます。今日のメールは1234、今日4通送ったんですけど、今日4通送りました。
え、今日2通しか届かなかった。え、なんなんね、切れそうなんだけど、それ変なこと書いてないんだけど、読むよ、ほんと絶賛絶賛メンヘラ闇メール期間なんだよ私今。うわー、やっぱり止められたか、あの4通ほんと。多分2通とも写真があるやつですよね絶対2通とも写真があるやつですよね。さっき普通になりたいってやつ来たってことは真ん中に通止められたな、ほんと。うわ、さ、なんなん、別に悪いこと送ってなくない？意味わかんないんだけど、キレそう。悪いこと送ってなくない？ほんと。こうやって白目で愚痴ってるから干されるんだよな、ほんとに。悪いこと言ってなくない？ほんと。言ってないんだけど、ほんとに。あ、もうやだ。もうやだ。もうやだ。もう人生やめたい。もうやだ。もうやだ。別に悪いこと言ってないんですけどもうやだ、もう意味わかんない、意味わかんない、ちょっと理解不能理解不能です、ほんと。だから絶賛闇期なんで、絶賛闇期メンヘラ期間なんで、メールももう早速2通止められちゃったんですけど、もう知らん、またどうせ最近メール止められて、マネージャーさんから止められた報告も来なくなったからだから干されるってのは分かってんですけど、分かってますよ。そう、干されセンターなんで干されセンターなんで、いいです、別に。そう、実際闇期間なんで、本当に。だからメールチェックするスタッフさんにはご迷惑をおかけしますが、本当に絶賛メンヘラ闇期間なんで、本当にすいません。研究生のくせにこんな生意気なことを言って本当に申し訳ないです、はい。その前に、研究生の前に私は人間です、許してください。研究生なのに研究生らしくしろって言われるかもしれないですが、研究生の前に私は人間なので、こうやってなんか荒ぶっちゃうこともあったけど、19歳だけど中身は多分本当にガキです。なんか精神年齢本当にガキなので、てかなんか人となんかの悪い意味でずれてんですよ私。なんか悪い意味で人と違うんですよ、悪い意味でなんか違うんですよ、人と普通じゃないんですよ私は。悪い意味でちょっとみんなみたいに普通にニコニコできないし、素直になれないし、みんなみたいな性格になれないし、みんなみたいになれないです私は。どうして私はそうなんですよ、本当に。どうせ私は人から誤解をされてもいいんですよ。研究生だって人間なんですよ、本当。私は普通じゃないですよ、本当に。私は悪い意味で普通じゃないし、誤解されるし、そのまま誤解されたままだね、そのままずっと突き進んでいくの。もういい、もう知らん。普通じゃないって思うのは別に、普通じゃないから人気出ないの分かってるんですけど、普通じゃない、普通、みんなみたいに普通になれないから、みんなみたいに普通の、ごく普通の女の子になれないから人気が出ないって分かってるんですけど。そう、研究生のくせに生意気だし、もはやもううざい、うざいって思ってるかもしれないんですけど、みんな私のこと嫌いだと思うんですけど、研究生のくせにって思ってるか、研究生の前に一人の人間というか、普通じゃないというか、多分脳みそにちょっと害があるんじゃないですかね私。本当になんか昔から変なんですよ私、すいません。もうやだ、普通にやだ、もうシンプルにやだ、もうシンプルに嫌だ、なんかもうシンプルに嫌だ、普通になりたい。
2通止められてます。普通に、ね、普通に笑える人間、普通に素直に笑える女の子がね、やっぱ人気出るんでしょうね。普通にニコニコしてて性格可愛くて、悪口も言わないで、弱音も吐かないでさ、そうやってさ、 MC もさ可愛くてさ、そういう女の子がこれから先に来てるんだろうな。私はそんなことなんて絶対できないし、ていうかやろうと思ってもできないし、やろうと思ってステージだってもいざステージに立つとできないし、無理。でもそんなよしあしとか、よしあしとかはそんな子もいていいんじゃないって言ってくれるから、すごいありがとうって感じ。さあ私が何かやらかしても別にそんな子、いろんな人間、いろんな子がいていいじゃんってよしあしとか言ってくれるから、よしあし好きです。とりあえずもうやだ消えたい とりあえずよしあし、たまありがとうございます。タワーありがとうございます。タワーが入った、タワーありがとうございます、タワーありがとうございます、タワーありがとうございます。でもとりあえずよしよし、タワーありがとうございます、とりあえずよしよし。違う、どうせさスタッフさんにもさ、これ言うとさ、お前はスタッフさんに認知されるほど、認知されてるほど有名じゃねえよって人が出てくるかもしれない。まあそう、実際そうだと思うんですけど、出てくるかもしれないんですけど、多分いろんなスタッフさんに私は誤解されてると思うし、いろんなスタッフさんになんか私は絶対誤解されてるし、てか私はもともとネガティブ人間なので、そういう人間なんでしょうがないんですけど、そう、もう絶対誤解されてるし、絶対なんかもう消えたい絶対もうとりあえずなんかもうやだ、とりあえず無理、とりあえずほんとなんかもうやだとりあえず普通の性格の、ただごく普通の元気で素直で明るい女の子になりたかったです。そう、性格の話ね無理、やだ、本当に無理、本当にやだ、本当に信じられる人がいないです本当に信じられる人がいないです。もうもういいや劇場パフォーマンス最高で、別に、いや最高、いやまず最高じゃないし TBC のよしあしで、いや知ってるから、よしあし出るんじゃなくてナレーションじゃないの、別にナレーションでしょ。てか病んでる時にそういうこと言わなくてかさ、いちいち今それを言わなくていいと思う。てか知ってるし、よしあしのことで、私はそれでさ、今やさ、いかにもさ本当に消えたいって思ってる時にそういうことを言うのっていかがなものだと思うんですよ本当に
当にいかがなものだと、本当に私の悪いところ出ました。はい、すいませんでした。はい、私の握手の例に並んでくれない理由の一つの悪いところが出ました。さよなら。なんだ、私が悪いとこ出ました。悪いとこ出ました。だから多分だからもういいんですよ、直せないんです。それは直せない、病気に直せません。さよなら。もう直せないんです。だから私は無理で、もうアイドル向いてない。直せない。私はもうこういうの直せない、本当に直せません。直せないんで、そういうなんかもう無理です。なんかもうさよなら。そういう人間なんです。もう無理です。私直せないんです、こういうの。本当になんかもう開き直りました。もうしや、なんか直せないからこそ、もうこんなこの性格嫌いな人は嫌いなままでいいです。もう嫌いなままでいいです。そう、ないんだよ。得意なものないです。無表情。得意なものは常に無表情でいるところです。本当にだから本当なんかもう人間味ですね、アイドルの前に。人間味が、人間性がまずクズです。人間味があれです。よしあし嫌いなら、なんでそうなる。じゃあよしあしがそうやって AKB 賞のナレーションに出ることすごい嬉しいですよ。仲いいし嬉しいけど、知ってるじゃん。私は知ってるじゃん。絶対し、皆さんよりもはや知れるじゃん、先に。そう、なんでそうやって今自分のこうやって、私自身が病んでるのに、なんかそうやってそう言うのがちょっと理解できない。そう、よしあし好きだよ。よしあしは好きだよ。私のわがままも聞いてもらってるし、好きですよ。とりあえずさよなら。とりあえずもう知らん、絶対もうダメだ、絶対明日の握手やばいって。本当に絶対明日の握手やばいって。さよなら。もうやだ、もうさよなら。もう人間性からしてもう激クズです。本当に人間性からして激クズです。すいません、本当にもう寺行きます。もう寺行ってきます。人間性からしてもうダメです。私は終わってる。寺行ってきますね。ちょっと修行してきます。本当心は磨き直してきます。本当ちょっと心を磨き直してきます。はい、ちょっと普通になって帰ってきます。ちょっと今はあかん。ゲスすぎる。ちょっとできますね。ちょっとおすすめなところがあったら、滝修行でも行って、ちょっと人間、そのもう人間とは学んできますね。ちょっと人間とは何か。人間とは何か。幸せな人生を送るにはどうしたらいいか。人から好かれるにはどうしたらいいか。私とは何か。これから先どうやって生きたらいいか、ちょっと頑張ります。答えを見つけるまで、いや見つから、はい、見つけるまで戻りません。
ご飯食べた、食べた。どうしたら人間、正しい人間性について学んできます。本当に正しい人間性、決して人に迷惑はかけないように頑張ります。はい。人に迷惑かけなきゃいいです。人に迷惑かけないで、ちょっと私に幸せを、私が訪れ、幸せが訪れればそれでいいです。あ、そう、人に迷惑かけないで、私に今まで優しくしてくれた人とか関わってくれた人が幸せになって、私もちょっと幸せになれればそれでよき。あ、夜ご飯じゃない、夜ご飯は食べてないけど、お昼ご飯とかは食べてるってこと。夜ご飯は食べてません。実力みたい、実力もクソもね、ただのクズ人間です。手はアイスくれてない。とりあえず壊れそう。とりあえず壊れそう。修行行ってきます。ケタリングは素晴らしく大好きです。太宰治さんに会いたい。風に向かってなんだっけ。人はなぜ生まれるのだろう、いつか死んでしまうのに、辛い毎日の中で生きる意味を知りたかった。ちゃん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 。太宰治を呼んだかと聞かれた、君と出会った。あのね、小さい頃ってか、小さい頃とか高校生とか、あ、中学生とか、中学生、高校生、高校1年生の時はそれ聞いてもなんとも変なことだなとかしか、ちょっと歌詞が不思議だなとかしか思わなかったの、今聞くと染みますね。正直に言えば僕は読んでなかった。近くの本屋で何冊かがあって、ファミレスに入ったらすがるようにページめくりながら自分探した。イエー、AKB 好き、オタクです。オタクです。いいね、テンション高い、ある意味テンション高いです。やっと下手ですよ。やっと下手ですよね、もうテレビで落とされたんで。歌とかリズム感がない。写真集は出しても売れないので、出さなくていいかな。ファッション雑誌になりたいです。ちょ、ある意味ご機嫌だから、ある意味ご機嫌です。人はなぜ生まれる、5時起きが続くと4時起きです。
ずか死んでしまうのに、パンクルマセダラダダ、うん、2番セダ。何を信じればいいんだ、暗い暗闇の中、もう根拠なんていらない、思い込みで構わない、何かにすがってすがってよ、おノーノーノーアメン、ドドドドドンドドン、ドドンドドンドド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 ドン、レオシャなんてきっと面白くないだろう、ブルーオーシャンこそがこれから目指す場所、何を信じればいいんだ、深い暗闇の中、強固なんていらない、思い込みで構わない、何かにすがってすがって、つかね、2番の歌詞が好きなんですよ。2番の歌詞が好き。2番の歌詞、2番なんだっけ、番狂わせだ、番狂わせがなんか、もう根拠なんていらん、思い込みで構わない、正解なんてわからない、答え合わせなんとか。消えたい。あのね、最近見たい映画、最近見たい映画、まだ公開されてないんですけど、最近見たい映画と公開はされてないんですけど、まだ予告が公開されたのかな、12人の死にたい子供たちっていう映画が本当に見たくて、本当に見たい、本当に見たいんですよ。よし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 、あ、12人の死にたい子供、え、見たい見たい、見に行こう。え、よしよし、見に行こう。12人の死にたい子供たち見に行こう、ちょっと見に行こう、よしよし、12人の死にたい子供たち見に行こう、12人の死にたい子供たち見に行こう、見に行こう、よしよし、見に行こう、見に行こうぜ。いつ公開だっけ、12人の死にたい子供たち、あの4番目の人もちょっと気になるんでね、4番目だよ。じゃあちょっとね、昨日ね、予告をね、マジでずっと夜夜中繰り返したんですよ。行く、はい、決定、はい、よしよしと12人の映画、12人の死にたい子供たちを見ることを決定しました。ちょ、1人まだキャストさんが発表されてなくて、それ多分本番のお楽しみなのかな。ちょっとなんか1番2番12番まであるんですけど、そう、12番まであるんですけど、3、4番の方だけちょっとキャストさんが発表されてなくてですね、誰だろうみたいな感じで予想してるんですけど、そう、12人の死にたい子供たちちょっと見に行くこと決定しました。今一番見たい映画、12人の死にたい子供たち、ぜひ予告動画を見てご覧になってください。あの、いろんな、はい、いろんなキャストさんたちの死にたいっていうフレーズがあって、すごくゾクッとしてしまう。どんな内容なの、なんか死にたい子供たち12人がその日に安楽死するっていう、死にたい子供たちって言っちゃう、めっちゃ手振る、ちょっとね、見たすぎて手振っちゃった、よしよしに。よしよしに手振ったよ。そう、死にたい子供たち12人が集まるんですけど、そう、その日にその12人は安楽死するって予定なんですけど、でも本当はその部屋に13人いて、1人多くて、その13人目はですね、13人目はちょっとなんかまだ殺されてるんですけど、13人目はちょっと死んでまして、殺されてて、
死体が生温かく暖かくて、ちょっと私もちょっと分かんないんですけど、だからその12人の中にちょっと 殺す人がいるっていう人間です、話です。ちょっと私もちょっと分かんないんですけど、そこら辺はちょっとよく分かんないんですけど、まあそういうお話です。12人のはずなのに、なんか13人いるっていう、13人目は死んでない、死んじゃって殺されちゃってるっていう話です。本当は安楽死しなきゃいけないのに、安楽死しなきゃじゃない、あの私ちょっと語彙力ないので、予告動画見てください。某動画サイト載ってますので、はい、予告動画載ってますのでぜひ見てください。はい、俳優さんたちも、俳優さんも女優さんも有名なので、全員とか有名な方、僕めっちゃ見てる、本当。12人の死にたい子供たち、私が今一番見たい映画、ゆずちゃんからりなちゃんの写真を送られてきた、嬉しみホラーサスペンスというか、まあそんな感じですかね。12人の死にたい子供たち本当に見たいんですよ。なんか、ね、13人いて、なんかそう、なんか誰か12人が別に安楽死したいってわけじゃない。そう、12人のうち1人は人を殺す目的かなんかわかんないんですけど、はい、人を殺す目的でいるみたいな感じですかね。まあ、とにかく本当に見たいんですよ。見たいんですよ。かのちゃん、花のちゃん、かのちゃん。お金の声好き。ありがとうございます。あの本当にだから今4679人の方、12人の死にたい子供たち、ぜひ見てください。ぜひ予告動画見てみてください。何役で出るの、出ません私は観覧します。観覧者として、観覧者側として見ます。見させていただきます。本当にそうなんです。私が実は4番の役っての役で出るっていうこともありえるからね。本当4番役の人で出るっていうこともありえるかもしれない。元気出てきてないですよ別に12人の死にたい子供たちって本当にいいよ。そう、なんかそう、12人、11人はもうキャストさん発表されてるんですけど、あと1人は発表されてないんですよ。だからみんななんか予想してるんですよ。だからなんか欅坂さんの平手さんっていう噂もあるんですけど、まあおそらく違うでしょう分かんない。私が出たら誰やねんってなるでしょ。だって絶対有名な人じゃないとさ、ダメでしょああいうのは面白そうですよ。12人の死にたい子供たち、もうテロップそれにしようかな。ほんとテロップ12人と死にたい子供、12人の死にたい子供たちにしようかな。テロップいつから始まる、いつからだっけ。あ、でももうすぐだと思う。もうすぐ。あ、でも平手さんっぽいっつったら平手さんっぽいかもしれない。そう、1月25日公開、まだまだでしたあと2ヶ月あります。え、ちょっと待って、待てないんですけど、2ヶ月後とかもこっちがどうなってるかわかんない。本当に12人の死にたい子供テロップ一回それにしてみる。12人の死にたい子供で言っても、もう配信終わるんだよね。あー、まだあったわ。12人の映画わかる。12、これ怒られるかな。え、怒られる。これでも映画のタイトルだもん。死にたい子供たち、見たいにしとこう。見たいあ、待て、全然
まあ、こうしとけば OK です。見たいですね。その12人の知りたい子供たちオンリーだったらちょっとやばい、さすがにやばいんで。そう、なんかそれぞれ予告動画にですね、予告動画にそれぞれのそれぞれのキャストさんの死にたいっていうフレーズがどんどん流れるんですよ。死にたい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 みたいな感じで流れる。それが楽しくてしょうがない、本当に。だって別に映画のタイトルだから映画のタイトルだからいいんだよ。舞ちゃん生誕行くよ、ありのちゃん応援するにつけて出ません。ほんま舞さん生誕に私は出ません。映画一応つけとく。かっこ明日握手会来てください。明日握手会あるので本当に来てください。12人の死にたい子供たち映画みたい。OKOKOK。 本当予告動画見た方が本当に楽しい、面白そう。なんか久しぶりに見たいなって映画ができたから、久しぶりに見たいって映画ができたというか出会えたので、見たい映画に出会えたので、これは運命だと思うので見に行くしかないなと思って。上映中じゃ1月25日だからちょうど5ヶ月後ですね。5ヶ月後じゃない、2ヶ月後に公開されます。はい、2ヶ月後なんですけど、ちょっと待ちくたびれるんですけど、別に私は怖くないので、明日おしましも使えるのでぜひ来てください。もう本当に滑走路は心が痛いです。それまでお金なんか無事、いやちょっと壊れてるかもしれないです。ちょっと壊れてるかも。2ヶ月間のうちにちょっと壊れることが何度もあると思うんですけど、はい、壊れることは何度もあると思うんですけど、ホラーじゃないです、別に怖い。お化けとかじゃないですね、サスペンスとかそんな感じですか。そんな感じです。2ヶ月間無事だとか、明日まず無事じゃないかもしれない。明日まず無事かどうかですよ、本当に。私は決して悪い子じゃないし、悪い子じゃないので、はい、みんな可愛いって言ってくれてるから、それ可愛いって言ってくださってんのはありがたい、可愛いって言ってくださってんのはとてつもなくありがたいことで。何時からショールームしたんですだっけ、 あと8分くらいあったよ。初めてなくしたんですが、ありがとうございます。
決して悪い子じゃないので明日ご主人来てください、お願いします。12人の死にたい子供たちみたい。いや、明日リッカさんの服着る。来てください、ぜひ。私は普通じゃん、確かにみんなみたいに他の女の子みたいに普通に笑うこともできないし、普通に素直なわけじゃないし、一緒にいて楽しいって思える人じゃないと思うけど、日によって態度が違うし、自己中だし、耐えられてます。言語喋られちゃったね。気持ち悪い人間なんですけど、決して悪い子じゃないので、愛しだぎてください。女の子も全然、女の子も来てください、全然。女の子も来て、今日行ったよ、ありがとうね、こちらこそ。いや、むしろこちらがありがとうございます。もうこちらが来てくれてありがとうって、ありがとうございますって感じです。もうこちら側が本当に、もうこちら側がもうありがとうございます。もうこちら側こそというか、こちら側がもう、そう、こちら側ですよ。もうこちら側ですよ。女の子とはどんな会話が、どんな会話なんだろうね。でも初めての子は、ありがとう、初めて来てありがとう、また来てねっつって、なんか大体時間が来ちゃうかな。でも本当に私の例に並んでくれる女の子は本当に可愛くて、もう私と場所を交代した方がいいんじゃないかってくらい可愛いんですよ、皆さん。経済の話しないわ。しないよ。はいよ、ベタさんが音楽受会に来てお願いします。今日初めてだったけど楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。来てくださる方の恩は絶対忘れないでだ。12人の死にたい子供たちみたい。2ヶ月間待てないよ。2ヶ月間、握手は楽しい、元気も、いや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 、違うんですよ。来てくれる人がいるから私が元気出ているわけで、私は別に何にも元気なんか与えてないんですよ。来てくれる人がいるから私が逆に元気をもらってるんだけど、私は何にも与えてないんです。ちょっと2ヶ月間ちょっと心を保てるか分かんないんですけど、心が正常に保てるかわかんないんですけど、2ヶ月間頑張ります。明日おしまし、ありがとうございます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 。今日はありがとう、こちらこそありがとうございます。本当に、いや、こちらこそなんですよ。12人死にたい子供たち見たい、本当に見たいです。これやばい、
ナーミンさんがおかゆの大好きすぎたくさん送ってくる写真見せたら可愛いなと。ナーミンさん会いたいです。ナーミンさんもうね、本当は今ナーミンさんに会ったら抱きつく可能、抱きつく可能性 110% 110%。ナーミンさんに今会ったら抱きついて愚痴を吐く可能性 110%。 私も見たい、それな。100% が一番上だけど、ちょっとあんま上すぎると信じてもらえなそうだから 110% にしたいと。そう、握手ループス、ありがとうまだまだ。チーム系仲間、ナーミンさん、ナーミンさんチーム4です。あ、ナーミンさんのことじゃないまあいいけど、あと2分だ。今度ナーミンさんのことを語るために握手来て、握手来てください、握手、握手来てください、握手来てください、握手来て。これだね、今日混んでたね。あ、元気を元気づけるためにそんなこと言っていただいてありがとうございます。コナン始まったよ、後で見る後で見る。明日何年か分かんないんですけどもしもし使えるので来てください。明日何年か分かんないんですけど、明日何年か分かんないんですけど、五分っていうことはちょっと間違いないので、五分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 来てください。五分、五分ってことには変わりはないので、明日五分来てください。決して悪い子じゃ、私は決して悪い子じゃないので、12位ダブルコンサル、10位リナリナ、8位グンちゃん、6位マトザン、4位ピーピー、2位マサミくん、1位ヤマダ、あーたわありがとう、3位ティエトロ、5位マネタン、7位、あーちょっとなんで今かん、12位ダブルコンサル、10位リナリナ、8位グンちゃん、6位マネタン、4位マトザン、2位ピリピリ、1位ヤマダ、3位ティエトロ、5位マサミくん、7位キャロー、9位シーナワシャ、11位タコミ、13位ラーメンナイト。あれレーン出てんのレーン出てんのか、レーン出てんのか。押し増し使えて64レーンらしいですので、押し増し使えるし64レーン、しかも5分っていうことで行きやすい時間ですよ。本当に行きやすい時間です。お願いしますじゃないと私の心が壊れてしまう5分。今日は前半ちょっと心が乱れてしまいました前半の部分は、前半の配信では心が乱れてたんですけど、ちょっと12人の死にたい子供たちの映画をよしあしと見に行く約束をしてから心が徐々に戻りつつあります。はい、はい、ちょっと心を乱してしまいました。はい心を乱してしまいました、申し訳ございませんでした心を乱してしまいました。決して悪い子じゃないです。なんかあつ森と出てしまいました、申し訳、すいません、申し訳ございませんに似てるね今の古いけど、明日5分なんで来てください。そして6352人の人フォローよろしくお願いします。上の人もしこの配信見てたら干さないでください干さないで、頑張るから干さないで、雑誌、ファッション雑誌に載らせてください、干さないで
ファッション雑誌に載りたいんです。ファッション雑誌に載りたいんです。お願いします。干さない。さよなら。いい加減切ります。握手会してやるので、悪い子じゃないんで明日握手会来てください。雑誌に載りたいんです。ファッション雑誌に載りたいんでお願いします。心を満たさないように頑張ります。小座台で明日5部来てね、来ないと心が壊れる。さよなら。